と暴れる長靴の謎。おはよう、スカーレット。おはよう、マーティン。あ、靴下だ、うん、これ君のじゃないかな。そうよ、ありがとう、マーティン。どういたしまして。人助けなら誰にも負けないでしょ、マウス。うん、もういい、大丈夫。待ってて。あ、やった。いえいえ、危ない、はしごがぐらついてる。わあ、すぐ行くからね。お、マーティン、ありがとう。どういたしまして。最高の保安官でしょ。今日も頑張ったよね。人助けは好きだけど、すっごく疲れちゃう。はあ、ご飯食べよ。スタミナつけなきゃ。マウスにもあげるってば。チーズっておいしいよね。じゃあマウス、寝るよ。おはよう。マントでしょ、帽子に剣、保安官バッジ、あと長靴はどこだろう。あ、あの長靴捕まんないもん。お兄さん、こちら。あ、疲れた。うん、おいしそうなチーズの匂い。あら、ストーリーランドから匂ってきてるベイビーたち。昔々、自分の長靴が飛んだり跳ねたりする保安官がいました。わあ、見て。あ、あれは何？長靴が生きてる。写真撮るわ、その方がよく見えるし。あ、ダメだ、動きが早すぎる。え、ごめん、何言ってるかわかんない。保安官のマーティンだけど、マウスは事件だって。長靴が暴れてるんだ。呪文かな。呪文かどうか見えないわ。呪文なんて知らないし、長靴がなかったら仕事にならないよ。お願い、助けて。もちろん。長靴を探そう。気をつけて、突然現れるんだ。ん？見て、いたわよ。捕まえた。ん？もう！うわ、大変だ。二手に分かれたから捕まえるのは無理よ。そんなことない、こっちもチームを2つ作るんだ。ドッティ、ポニー、レディ、ジェナは右足を捕まえて、残りのメンバーは一緒に左足。いくよ、イエーイ。あ、逃がしちゃダメ。ベイビーたち、何か見える？いや、何も見えない。こっちも長靴見て。絡まっちゃった。うん、お腹すいたからもらっちゃおう。逃げてレディ。ああ、走るんだ、慌てなくていいから。助けて。あれ、チーズは何があったの？答えが映ってた。すごくかわいい。2匹のネズミね。でもどうやって中に入ったの？謎を解く鍵は食べ物。長靴に入ったチーズをネズミが追っかけたんじゃないかな。なるほどね、あのチーズ美味しいもん。パッと見てわからないこともあるけど、どんな謎にも理由がある。君たちのおかげで長靴を取り戻せたよ。イエーイ。ベイビーたちがいなければ解決できなかった。ありがとう。ストーリーランドマジックティアーズ。こうしてマーティンは力を合わせてブーツの謎を解き明かし、新しい友達を作りました。どうしたのレディ、大丈夫？すごく恋しいんだもん、あのすっごく美味しいチーズ。
ってる魔女アガサ。リム、世界一のペットだね。それに？わお、素敵なコスチューム。ありがとう。一年で一番ミステリアスな夜にぴったり。その名もベイビーを食べる魔女の夜。でも、魔女は存在しないんだよね。だってこれはお祭りだもん。まあね、悪い魔女がベイビーたちをネズミに変身させて食べる儀式なの。食べる？ただのジョークだよ。戻ってきて。ドリーミー、ハロウィンの準備は？バッチリよ。ごめんなさいね。あ、頭痛。何？喋る猫見るの初めて？なんだストーミーか。じゃあトレーニングを続けよう。はいはい、やりますよ。あ、なんで飛べないの？ほうきの魔法が消えちゃった。世界一ダメな魔女だ。魔力のないベイビーに見られたからかも。それって魔女のマニュアルで禁止されてた。ええ、だからそのせいで魔法が使えなくなったとか。だったら別の呪文をほうきにかけたらいいんじゃないの？簡単なはずだよ。そうね、だけどどの呪文？巨人になる呪文じゃダメ、カエルになるのもダメ。これね、空高く飛ぶ呪文。必要なものは森に、アリの涙とムカデの靴。ふん、あ、犬だ。どうしたのスポット？あれ、うわあ、魔女のコスチュームいいね。ふん、魔力のないベイビーたちの近くでも魔法は使えるみたい。そうそう、コスチュームなの。私はアガサ、どこにでもいるベイビーよ。私はトッティ、何してるの？ベイビーがすること、魔法じゃないよ。あー、料理、何作ってるの？ケーキ、材料が足りないから探してくれる？もちろん、楽しそう。大丈夫、いつもと変わりないよね。おーいた、ちょっと待って、このほうき私のじゃない。ごめんなさいね。本物の魔女のほうきだ。見て、これに魔力があるの。魔女が空を飛んでて、猫が喋るんだよ。魔女なんていないよ。絶対いるんだから、見てて。ポポン。あったよ。助かる。しまった、まずい。ほら見て、きっと魔女だよ。そういうことにしとこ。来て、見せてあげる。きっとあの釜でドッティを茹でて食べる気。ねえ、助けなきゃ。だから魔女は存在しないの。自分の目で見れば。この釜はあったかいし、お風呂にちょうど良さそうよ。そう思わない？ドッティ。魔女は本当にいた。言ったでしょ、ドッティを助けなきゃ。みんなで飛び出して怖がらせよう。あ、ドッティは食べさせない。え、待って、魔女はベイビーを食べないの？じゃあ魔女は恐ろしくないの？お願い助けて。全部私のせい。やっぱり世界一ダメな魔女よ。世界一までじゃないって。喋る猫。初心者なだけ、呪文の本に答えがあるはず。自分を信じて。そうね、これだ、元に戻す呪文。そうだね。あ、時の魔法使いよ、扉を開けて何もかも元に戻しておくれ。成功した。イエーイ、やったー。今日は変な日。結局コニーの言った通りだった。魔女は存在する。しかも優秀だけど、初心者だから。とんでもない。指を鳴らして本を出せるし、元に戻す呪文も。ほうきで空だって飛ぶ。でも今日一番の魔法はお友達を見つけたこと。信じてくれてありがとう。マジックティアーズ。それじゃあ。本当に魔女の夜になった。
強い風、これで出来上がり。ストーリーランドで何か起きてるのね。素敵。昔々、強い風を止めようとする大工のベイビーがいました。でも一人ではどうしてもうまくいきません。痛いよ。私はドリーミー、どうかしたの？強い風を止めないと。シェルターがいる。ねえ落ち着いて。ピギーだよ。もうじき強い風が来るんだ。毎年2人のお兄ちゃんとシェルターを作ってこの台を守るんだけど、2人が風邪をひいちゃった。だから1人でやらなきゃ。完成しなかったらどうなるの？この世界で一番大切なものが風に飛ばされちゃう。そうなったら大変。だから頑張ってるんだけど、一人じゃなかなか。かわいそうに、重いものを持ちすぎて腕を痛めてる。一人じゃない、プロがついてるわ。必ず風を止めてみせる。あなたも風邪ひいたのね。力を合わせればあっという間だよ。シェルターを作ろう。始めよう。材料はセメント、砂利、砂、そしてレンガ。イエーイ、レンガだ。わーい。ちょっとずつだよ。お兄ちゃんたちがレンガを一個ずつ積めば完成って。頑張ってベイビーたち。あっちに一個、こっちに一個。熱い。気をつけてドッティ。時を止まれ。時を進め。あれ、私のレンガは？このチームは作業が遅いよ。このままじゃ風が吹いちゃう。だってレンガがすごく重い。セメントはベタベタするし。見た？シャベルが変なとこにある。そうだ、わらで作ったらどうかな。でもいいね、いいね。ね、わらの方が早くできる。でも早くできても。頑丈じゃない。まあ確かにわらはそんなに。氷よ、運びやすいし。それに涼しい。イヌイットの家を作っちゃえ。氷氷、どんどん運ぼう。イエーイ。でも他の氷は？お日様で溶けちゃった。大変なのはわかるけど、正しくやらないと。ダイが強い風に吹き飛ばされたら、せっかくの努力が無駄になるからね。ピギー、あなたの言う通りにする。賛成。やろうよ。今度こそ成功させよう。This is the song of the strong wind, and we came together to work and sing, because our world is a special place, and we have to protect this beautiful space. With hard work and determination, this will be our best creation, and we will fix this situation. When you give a helping hand, and we're together,気になることがあるのよね。どうやってここから出るの？ドアを忘れてた。焦って行動しちゃダメだね。外に出る方法を考えなきゃ。でもシャベルはないし。こんな時氷だったら。それよ、アイスクリーム。うん、おいしいシェルターだね。大事なのは一生懸命努力すること。終わりよければ全てよしってことね。アイスクリームのブロックがたくさんあるなんて夢みたい。ストーリーランドマジックティアーズ。こうしてピギーは揺るぎない気持ちと努力で勇敢に強い風に立ち向かい世界を救ったのでした。この物語はずっと語り継がれることでしょう。
話の世界ストーリーランド前編。あとはフッティフルッティパフュームね。キューって言ったらスターみたいに輝いてる。次は誰の番？リムよ。何か特別なものないかな。これでもないし、あれでもないし。え？わあ、いいじゃない。似合ってるわよ、ルール。貸して。素敵なマントね。誰のだろう。おばあさんのだと思うけど。まさか空飛ぶ狼、スーパーウルフよ。はいはい、スーパーウルフ、うん、きっとこれは童話に出てた巨大ベイビー人形のハンカチよ。つけてみる。何、どうしたの。ウサギさん、みんな見える。うん、貸して、私も見たい。その次は私ね。かっこいい帽子をかぶったベイビーの影が見えるわ。ベイビーじゃない、すごい豪邸だわ。私の番。どれどれ。スーパーウルフ、しかもなぜかおばあさんの格好。このマント、ベイビーのものみたいね。ねえ、持ち主を探し出さなきゃ。うん、こういう時はティナ。今喋りかけたら私1週間口きかないわよ。これ見つけたんだけど、持ち主がわからなくて。魔法のマントなの、試してみて。わお、かっこいいマントね。でも魔法の弾は全部お見通し。カモか白鳥がいる。目を凝らすと、ああ、はいはい、虹が見えるわ。きっとそこに住んでるベイビーね。行くわよ。いいね、虹の湖。でも誰も住んでないみたい。カモも白鳥もいないし、虹も見えないよ。湖でベイビーを探すことね。そうすればマントの謎も解けるはず。湖を探すって中？外？とにかくベイビーなのよ、ハエじゃなくてね。見えてないんでしょ。二人一組ね。コニー、私と来て。私はドッティと。やっぱ無理よ。ち、音がした。誰かあそこにいる。見つけた。わあ、あと5分だけ。相変わらずね。でもまだ音がするんだけど、なんだろう。ん、おいでベイビーたち。どこ行くの。あっち。どこよ。ふんふんふん。あ、あなた誰。シドニーよ。虹と虹のお話を守る番人なの。ところであなたたちはなぜここへ。この素敵なマントを見つけたんだけど、持ち主がわからなくて。特別なマントだから持ち主のベイビーに返したいの。だっていろんな光景が見えるのね。そうそう、あったり。それ素晴らしい世界の光景。私が力になる。ちょっと貸して、うん、このマント普通のとは違うの。見てて。気をつけて。捕まってて。危なかったね。ほんと、あの本は。足元に注意して。本をこっちに持ってきてくれる。おう、わ、この本が赤いマントの持ち主まで案内してくれるわ。早く返してあげて。ここからはあなたたちだけで旅を続けてね。うわ、昔昔、童話と谷のベイビーたちはみんな仲良く暮らしていました。けれど本を読まなくなった谷のベイビーたちは少しずつ好きな物語を忘れ始め、登場人物が消えかけてしまいました。そんな、だから本のページに何も書いていないわけね。あなたたちならできる。童話の中に入り込み、新しい物語を作るのですが。見て、あそこ湖にあった本みたい。マントのベイビーはここに。この道はどこへ行くんだろう。標識をよく見れば進む道がわかるわ。どの道もお話の世界につながっているの。続く。
お話。素敵なマントね。誰のだろう。わあ、白鳥だ。童話の中に入り込み、新しい物語を作るのです。お話の世界、ストーリーランド後編。じゃあ行ってみる。赤いマントのベイビーいるかな。あの子誰。はい、あなたたち来たばかり。あ、いた、いた、いた。赤い頭巾をかぶった女の子って。あなた誰。カゴは私のマント探してたベイビーだ。他の布で作ってみたけど全然違うの。この赤いマントは千年に一度しか手に入らない布で作られてるんだもん。あ、大丈夫、ありがとう。私はスカーレット。ん？ストーリーランドの有名デザイナー、スカーレットよ。彼女のこと聞いたことある？私はない。もしかして童話の中にいるとか。どこから来たの。私有名なのよ。お客さんは一人だけどね。おちょこちょいだから注文のお届けが遅れちゃうの。でもデザインはすごいのよ。そういえばカゴはどうしたのかしら。嘘でしょ、なくしちゃった。あ、もう行かなきゃ。新しい服を作って3度目のベルが鳴るまでに届けないとクビになっちゃうの。カゴどこに置いたっけ。カゴならあっちに飛んでったよ。どうしよう。そうだ、待って、違う、ここにもない。カゴはどこに行ったの。見つからなくても大丈夫、みんなで方法を考えるのよ。ああ、もう疲れちゃった。そんな、どうしよう。服をデザインする布も時間ももう残ってないの。唯一のお客さんを失っちゃう。安心して、私たちがいるし、そのマントを使って素敵な洋服を作ればなんとかなるわよ。本当、あなた最高。ついてきて。うん、うん、うわ、今の聞いた。これでデザインは完成。私は何すればいい。これならできるよ。すごい、どうやったの。あなた飛べるんだ。ピーターっていうお友達も空を飛ぶの。狼が喜ぶ。え、何、狼がいる。ええ、名前はケイラ。食欲旺盛な猛獣よ。ガオ。狼があなたの腕の中に。私の腕に食べられちゃうんだ。ちょっと布が。隠れても無駄よ。いくら縫うのが嫌だからって。楽しそうな遊び。スカーレット、集中して。時間通りに終わらないよ。ベルタは集中ね。まず型紙を作るでしょ。で、その上に布を乗せて縫えば完成。これなら間に合うわ。イエーイ、やったね。ひらめきでこの世界に一つしかない服をデザインして届けたのでした。わあ。
どこから来たの？わあ、なんて素敵な服。これを着て、いっぱい冒険することになりそう。ドン前編。デイジー、今度は少し力強く。1、2、3、はい。 There were three explorer babies who dreamed of a colorful world. A big tree, it's a sign. It took the babies to another land, and they discovered a world under the rainbow. It came out of its roots and a big crack opened.Pink baby tried to save us and with her board. そこは古着じゃなくて剣よ。そして剣でって歌詞。似たようなものだけど、そして剣で世界を救う。But she disappeared and came back to her world. ベイビーザウルスの歌だから完璧にしなくちゃ。バックコーラスもお願い。Pink, green and blue and many other colors that we're going to find.Doesn't matter where you are, I can see you, you can see me. This is our greatest power. じゃあもう一度最初から。休憩は？喉渇いた。はあ、お昼寝しよう。分かって、これは特別な歌なの。え？休憩するのは暗記してからにして。ここから動かない。コーラスがいないんじゃ歌えないはいはい、わかりました。ほぼ完璧なのに何が問題なの？ディーナ、ベイビーザウルスの歌はほぼ完璧じゃダメなのよ。うん、一人にできない。おいでならディーナ、どこだろう。彼女この歌にこだわってたけど、なんでそんなに大事なのかな。え、今の何？こっちだ。ならかっこいい魔法の剣だ。きっとディーナが喜ぶね。抜けた。強いでしょ。ネッシーの仕業だよね。行こうならみんな驚くよ。リハーサルに戻ろう。そして剣で世界を救う。 But she disappeared and came back to her world. 聞いてベイビーたち。ねえ、すごいものを見つけたよ。剣、歌に出てくるよね。わぁ、そんな、まさか、だね。何？今度はどうしたのよ。ディーナったら様子が変だよね。え？それ、私の。帰って。誰あのベイビー。彼女、なんて綺麗なんだろう。ふん、剣を抜いて戦え、ステラ。ファンタジーワールド、ドーン。ファンタジーワールドがどうするだってさ。風船がドンじゃない。危険だ。世界の魔法で助ける。なぞなぞ。素敵なコスチュームね。かっこいい。コスチュームじゃない。ここに冒険者はいないか。力を合わせてファンタジーワールドを救おう。力なら任せて、見せてあげる。まあいいか。冒険者が集まった。みんなをピンクに。わあ、すごい。剣、魔法、世界、ファンタジー、ドーン。ディーナー、ステラの剣が引き抜かれた。ステラは私たちの友達。彼女を探さなきゃ大変なことになる。ファンタジーワールドがバラバラに。なんとかしなきゃ。でもどこから始める？いくつ世界があるの？ストーリーランド、トッティフルッティワン、ベイビーボトル谷、ファンタジーワールド。4つの魔法がないとファンタジーワールドドーン破滅だ。どうやら4つの世界にある特別なおしゃぶりが鍵みたい。ボトル谷へ行こう。助けが必要。はい。あれ、ディーナ、ディーナ、ステラ。お、久しぶりだね。何、知り合い？わかんない。会いたかった。もう時間がない。4つの特別なおしゃぶりを手に入れなきゃファンタジーワールドがなくなっちゃう。行くよ。
振りが必要なの。ちゃんと返してね。やったね、特別なおしゃぶりだ。残りのおしゃぶりも急いで集めに行かないと。早く逃げよう。助けて、助けて。待ってて、助けて。離さないで。続く。すごいもの見つけたよ、剣。はあ、剣を抜いて戦えステラ。ファンタジーワールドドーン。吹っ飛ぶ。4つの世界の特別なおしゃぶりが鍵みたい。助けて。嘘。ファンタジードーン後編。助けて。助けてルニ。そんな。捕まって。他のベイビーたちに来てもらおう。Bチームはトゥッティフルッティワンの特別なおしゃぶりを任せて。 Bチームはストーリーランドの特別なおしゃぶりよ。よし行こう。私たちはファンタジーワールドにダイヤモンドのおしゃぶりと。ダイヤモン、助けて。ファンタジーワールドが危険なの。今すぐ何とかしないと。そのためにダイヤのおしゃぶりを探すのよ。行こう。さあ出発。ナビ、ステラのことばっか考えてない？それは彼女が勇敢だから。彼女も考えてくれてると思う？うん、どうだろう。そうでもないね。彼女の頭の中はアナとディーナとティナのことでいっぱい。行くよ、ベビーたち。ファンタジーワールドの未来がかかってる。ねえベイビーたち、うわー、かっこいいパジャマだね。特別なおしゃぶりは？ファンタジーワールドを救わなきゃ。急いでるんだ。お願い。うん、ついてきて。果物工場にあるはず。教えてよ、そのパジャマどこで手に入れたの？自分がおしゃぶりだったらどこにあるだろう。この辺りかな。危ないな。ああ、助けて。静かにしなさいよ。ねえねえ、ちょっとそれ素敵なパジャマじゃない。ありがとう。特別なおしゃぶり見なかった？ラズベリーの湖で見たわ。安全な場所にあるから心配ない。ねえ、ジェリーズが持ってる。捕まえて。こっちへおいでよ。止まって。そのおしゃぶりがいるんだ。おしゃぶりがいっちゃう。返しなさい、私のよ。時間がない。ファンタジードーン。ここじゃない？ここかな。ここ？このままじゃ見つからないよ。急いで、早く逃げないと。早く早く。さあ行って。でもまだダイヤのおしゃぶりがないわ。ダイヤのおしゃぶりなら見つけたよ。もう行こう。急ぐ、時間がない。誰もいないみたいなんだけど。やっほー、特別なおしゃぶり探してます。もっと大きな声で。まだ努力が足りない。奇跡を起こさなきゃ。ねえ、これを探してるの？奇跡が起きたわ。そうそう、ありがとうシドニー。もたもたしている時間はない。すぐ戻らないと。そうね、急いで行きましょう。ベイビーたち、持ってきたよ。見つけたんだ。やる。すごいでしょ。トゥッティフルッティの方はどうなってる？見つけたよ。よかった、全部揃ったね。おしゃべりおしまい。穴へ行く。でも危険なんだよ。またあなたが落ちたら。特別なおしゃぶりを投げないと。魔法で世界を治す。ファンタジードーンしない。行こう。そうよ、行きましょう。ファンタジーポータルへ。ステラ、私最初の魔法。嘘。どうすればいいんだろう。ドーン。ファンタジーワールドが終わる。私たちにはもう何もできない。ねえ諦めちゃダメ。トッティ、君のおしゃぶり貸して。すごい、冒険者最強ね。行け、ステラ、君ならできる。戻った。やったね。あなたは本当に素晴らしい。お疲れ、ベイビーたち。ピンク、グリーン、ブルー。ピ
ンク、グリーン、ブルー。歌に出てくるベイビーたち？じゃあ、あなたたちが。そう、ステラが穴に落ちてファンタジーワールドを救った日のことを私が歌にしたの。彼女のためにね。歌？私の？歌うよ。ピンク、グリーン、アンブルー、 And many other colors that we're going to find. It doesn't matter where you are, I can see you, you can see me. This is our greatest power. 気に入った。自分の世界に帰るの？今はここに残る。ファンタジードンしない。でも私のハートドンドン。あ、あ、え？